ェザー級オープン3ラウンド DJ 大輝 VS オーロラ勇気。
ディープ93インパクト、ここから先ほどの試合に続いてフェザー級の一戦です。ディープ3ラウンドルールで行われます。5分3ラウンドで行われるオーロラ勇気対 DJ 大輝の一戦です。解説は庄司選手です。この一戦どんなところ注目されますか？いやー、この対決はオーロラ勇気は、キバマーシャルアツクラ、まあ、自分がいた、はい、フルスですね。で、まあ、この DJ 大輝選手も、僕がいた前にいたキバマーシャルアツクラブの、選手なので、はい、いろいろ思うところはいっぱいありますね。よく知る選手ですね。はい、僕は DJ 選手ともやったことあるので、はい、ラウンド1。さあ試合が始まって、まず飛び込んでいきました DJ 大輝です。この距離がポイントになってきますね。やはり打撃のところですか？はい、打撃の距離の戦いになりますね。うん、具体的に近いとどうとかっていうのありますか？パンチの打ち合いの回転は DJ 選手めちゃくちゃ速いですね。はい、今手前です。その距離で戦うのは危険だから、ちょっと距離を取って大原とオーダーはちょっと戦いたいという話をずっとしてましたね、僕とも。そうですか。うん、右、はい、キャッチ行きました。やられましたね。オーロラ勇気のハイキック、顔面には、あーっと、しかしここはダメだ、ダメだ、崩れたか。さあこれは蹴りがさらに当たった、追い打ちをかけて一気に仕留めに行くのか。まだ大丈夫ですよ、見えてますよ、見えてますよ。なんとかガードはしています、オーロラ勇気。ただ DJ そこを潰して、ラッシュは強いですね。さらに DJ のラッシュ、このラッシュはすごい、逃がさない。あ、でもオーロラも対応してますよ、対応してますよ、まだ対応してますよ。ただそれでも逃がしません DJ 大輝、絡みついてさらに膝を狙うか。ケージに頭を押し付けます DJ 大輝。ちょっとオーロラ勇気のダメージですね。そうですね、こう回復できてきていると思うんですけどね。ここからどういう展開も、いろんな技ありますよ。さあ肩固め、すごい完成した状態で倒していきました。回り切るか。あ、さあタップだった、すごい強い DJ 大輝。これがプロ40戦目、この長いキャリア、オーロラ勇気を肩固め1ラウンド下しています。いや強いですね。いや、ご紹介遅くなりましたけれども、前回タイトルマッチだったんですよね、まあ、DJ 大輝は。そうですね、まあ、まさかの敗戦でしたけれども、はい、でもその実力を本当証明しましたね。うん、強いですよ、あのラッシング力がすごい。はい、そして最後も肩固め作ってからという、あの強い打撃と、あの一本の本当に総合格闘家として、はい、もうますます磨きがかかってますよね。ファンクラスイズム横浜、北岡悟選手、あ、ロッキー川村選手の姿もあります。ディープ89、 5月の大会でヤマスドミネーターサトシの持つこのフェザー級のベルトに挑戦しました。まあ、まさかの敗戦、逆転負けを喫した DJ 大輝、その5月の山瀬戦の敗北が人生初の KO 負けでもありました。そこから7ヶ月経ってしっかりと這い上がってきました。今日はみんな超長い興行なのにこんなに待ってくれてありがとうございます。前回タイトルマッチに負けて本当に勝手に続けるかどうか迷ったんですけども、もう死ぬ前に一度はまあ、リベンジで試合してから、まあ、引退したいなってことで、ありがとうございました。もう天覧試合で勝てて、まあ、この気分よく引退するっていうのも、まあ、ありかなと思ってるんですけど、どうですかね。続けた方がいいかな。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。あの試合は赤コーナー DJ 大輝選手の勝利でございました。
なぜか最後は北岡選手の一言でしたが、勝利を収めたのは DJ 大輝。タイトル獲得失敗からしっかりと復活してきました。2020年楽しみです。